皆さんこんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今日は麻痺側の手ですが、手が曲げたり伸ばしたり、そして腕を曲げたり伸ばしたり、このような動きはできるんだけども、物を取ろうとした時に滑らかに手を伸ばして握ることができない、このような悩みに対して今日は説明をしていきます。最後まで見ていただきましたら、皆様がどこでつまずいてしまっているのか、気づいていないポイントが見つかるかもしれませんので、ぜひ最後まで見ていただいて、皆さんがこれからリハビリに役立てる情報を発信していきたいと思います。では始めていきましょう。はい、では今日はこの麻痺側の手ですね、動かすことはできるし、手を握ったり離したりも一応できるんだけれども、何かこう滑らかじゃないとか軽くない、このようなお悩みに対してですね、皆さんが日々物を掴もうと積極的にですね、麻痺側を使うこと、これは非常に脳にとって大事なことなんですけれども、正しいやり方で脳が学習してくれたらいいんですが、間違えた方法で脳が覚えてしまいますと、それがずっと繰り返されますから、腕の方の緊張が強くなったりとか痛みが出たりとか、このような悩みが出てきます。ですので早めにですね、皆さんが痛みだったりこわばり、この緊張感っていうのを取れるようにしていきたいと思います。ではどのようなところが皆さん悩んでおられるでしょうか。どこが問題だと感じていますか。この手先だと思っている方もおられれば、肘が動かしにくいのかな、もしくは肩かなと思っているかもしれませんけれども、一番大事なことは姿勢をまずは整えることです。姿勢が正しく座れているか、つい麻痺側の手を使おうとした時に体がこのようにスッと良い側に傾いてしまう方が多いんですね。ですのでお尻がしっかりまずは感じられるかをチェックしてみてください。はい、今一度やりましょう。お尻を麻痺側の方に体重移動した時に、はい、どのような感じがするか、そして良い側に乗せていった時にどのような感じがするか、これが同じであるかどうかが一つポイントになりますからね。はい、ではポイントの二つ目です。この手を伸ばしていくときですけれども、皆さん気づいてはいないんですが、多くの方がやはりもう肩からですね、筋肉が緊張するスイッチが入ってしまっているんです。ですので動かしている、手を握ることはできると思ってても、もうこの肩から緊張してしまっているので、全てが滑らかじゃなかったりとかですね、なんか痛みを感じたりしてしまうんです。ですから動かせる手であっても、一度良い側で解除をして、全くですね麻痺側使わない、力は抜いた状態で動きだけを確認してもらいたいんです。いいですか。はい、まずはじゃあ麻痺側だけで一回やってみましょう。麻痺側だけで手をこうやって伸ばしていきます。はい、この時のこわばりや緊張感、痛みなどをチェックしておいてくださいよ。麻痺側だけでやる。はい、では次、良い側をサポートして、麻痺側は全く使いません。全く使わずに、まずは見やすいようにしますが、肘を曲げて、そこから伸ばすですよ。では行きましょう。左右のお尻を確認して、はい、肘の曲げを確認します。どうでしょうか、皆さん。この時に力が本当に抜けていますか？抜けてないなと思っている方もいるんではないでしょうか。手を離した時に止まってしまってたら、これ緊張してしまってますからね。手を離したらストンと本来は落ちないといけませんね。力が入っていない状態にしましょうと言っていましたので、持ってきた時に手を離したら落ちてしまいます。これが皆さんは曲げてきたらその場で止まってしまうんですね、なぜか。ということはもう脳から麻痺側の腕の方に筋肉の指令が行き過ぎてしまってるんです。もうこれが余分な力に入ってしまう原因なんですね。
ですので用意側で解除するときに麻痺側は本当に力抜けてるかな、そして伸ばしていくときにもちゃんと良い側でリードしていって麻痺側の肩肘の動きが感じられるかなということを確認して、手を取ったらこうやって落ちますからね、こうやって保持しているっていうことは力がもう入ってしまってます。まずは皆さんこのポイントの2つ目のところ、これがですね結構できていないかもしれませんので、ポイント1つ目の姿勢座り方、そしてポイント2つ目のこの緊張の抜け、そして動きを感じられるか、これを普段から気をつけてまずは練習してみてください。それでもうまくいかないぞという方は YouTube ライブの方でもね参加していただいてコメントもお待ちしております。